僕は一度お会いしたことがあるんですけど、その時はもう本当に身長高いがもう最初の印象でした。あとすごく面白い人です。川尻蓮でした。バイバーイ。佐藤慶吾です。こんにちは。すごい大好きな人です。昔から憧れてて、すごい背が高くておしゃれで、服装とか真似してました。大好きです。仲良くなりたいです。僕の大好きな人とコラボするので見てください。結構髪型が変わるイメージです。いろいろだいぶ変わってますよね。髪型がなんかいろいろこうヘアスタイルがいろいろ変わる人です。はい、J1 の柳田翔です。ぜひ Vivi 5月号、見てください。かっこよくてすごいおしゃれで、すごいなんかこうあの服の写真とかいっぱい上げてるんですけど、勉強にさせてもらってます。スプラッシュ。ありがとうございます。どうも、はじめまして、白岩力です。やっほー。僕のイメージなんですけど、すごく常にテンションが高くてめちゃめちゃ暴れて喋ってるイメージがあります。 Vivi 5月号ぜひ皆さん見てください。バイバーイ。ずっとあのダンスとかをしてる方だなと思います。最近ね。最近主に K-POP の方の、有名な方の音楽を踊ったりしているのが印象的です。楽しんで過ごしましょう。ハッピーライフ JO1。 すごい自分の個性を大事にしててすごいかっこいいなと思いました。あとは身長が高くて、僕はある動画アプリでその人を知りました。感じしょうやっぽくていいですね。僕いいと思うんですよ。木本しょうやでした。はい、J1 の豆原一成です。身長がすごく高くて、ちょっとなんか女の子っぽい方だと思います。Vivi 5月号ぜひ見てください。はい、大平翔生です。19歳です。お願いします。どんな人、最近は忙しくて見れてないけど、僕は全部動画を見てます。それぐらい大好きです。大平翔生でした。バイバイ。あんまりわからないんですけど、前昔のツイッターとかでなんかパッと出てきたりとかなんかしてて、なんかその時は結構なんか叫んでるっていうかな、そういうなんか面白いことをしてる人っていうイメージが、はい、あります。あとなんかおねえ口調っていうなんかイメージがあります。はい、スルボーでした。はい、電話番の近所スカイです。まだお会いしたことないんですけど、僕の印象的にアンギャピーみたいな感じです。このテンションが高い感じの方なのかなっていうふうには僕の印象であります。もしかしたらそのちょっとこうアゲピーなテンションに僕もなりかねないのかなって思うので、ぜひよかったら見ていただければ嬉しいです。近所スカイでした。